デイムラー DS420、デイムラー DS420、ダイムラー DS420 は、イギリスの高級車メーカー、デイムラーが1968年から1992年まで製造していた4ドアリームジンである。1968年に、などの大型リムジンの後継者種として登場した。当時すでにデイムラー各社は、親会社であるジャガーのバッジエンジニアリング化が、 進められており、DS420 もジャガーマーク X、天のプラットフォームを採用している。しかしボディは、デームラー専用で、コーチワークは、バンデンプラが手掛けている。4ドアセダンのリムジン専用車として生産されたが、外部コーチビルダーなどにより、霊球車、ランドウレットといったバリエーションも作られている。搭載されたエンジンは、当時のリムジンとしては、 珍しい DOHC ヘッドを持つジャガー、直列6気筒 XK エンジンであった。このエンジンは1948年以来長らく生産されジャガーで多くのスポーツカーや高級セダンに搭載されて十分な実績がありトルク特性で有利なロングストローク型であったゆえ流用されたものである。DS420 搭載のパワーユニットは 最高出力245馬力を発生、重量級のボディを最高速度時速1 7 6トルに到達させる高性能を発揮した。この性能は4.6リッター V 型8気筒の強トルクにより最高時速1 8 3トルを誇った仙台最高級デイムラーの DR450 には若干及ばない。だが、 商用車共用の4リッター直列6気筒で最高速度時速1 3 8キロメートルがせいぜいであったオースン A135 プリンセスに比べれば格段の向上であり、レームラーというよりは BLMC 全体の市販リムジンの地位を全時代的な A135 プリンセスから継承するのが実質目的の本社の性格からすれば重なものであった。その後、 デイムラーブランドのトップレンジを担う車種として、ジャガーのブラウンズレーン工場で職人による、ほぼ手作りの工程で少数生産され続けた。しかし1989年に、ジャガーがアメリカフォードの産加に入り、採算性の低さや設計の古さが目立ってきたことと、工場での製造ラインを他車種に譲る必要が出たため、1992年をもって生産が終了した。 総生産台数は4141台であった。この車は、イギリス国内の王室、貴族をはじめとする、上流階級、または政府、企業向けなどを主に想定し、運転手、商ー,ーがつき、オーナーは後席に乗る車として企画されている。イギリス製高級リムジンの典型となる車種であり、イギリス連邦関連市場に最適化された、 極めてドメスティックな存在である。装備品、そして内装トリムの色や種類は多く、それらはオーナーの好みや目的により多岐にわたる選択と組み合わせが可能だった。また、シートの素材も本革、布、そして営業用送迎車を想定したビニールが選択できた。それらに対し、ボディカラーの選択肢は狭く、標準色は2色のみ、黒とグレー。 オプション色を入れても6色に過ぎず、それ以外は全て特別注文となる。22年に及ぶ製造期間のうち、改良は多岐にわたるが、外観の変更は少なく、バンパーや全部ランプ類などに目立つ違いが見られる程度である。当時の直接的な競合車種は、同じイギリスのロールスロイスファントムや、ドイツのメルセデス・ベンツ600、アメリカのキャデラック・フリートウッドリムジンなどである。 DS420 は、イギリス製高級車としての伝統的な衣装を、おもんじながらも、折衷的なモダナイズを図ったデザインを持ち、極めて重厚であった。その重厚さから、ソ連の長王が多岐にちなみ、マクシムゴーリティとあだなされた。なお、量産車種であるジャガーの部品を巧みに取り入れて、コストを下げていたこともあり、イギリス国内においては、 ロールスロイスファントムの4分の1程度の価格で販売されていた。しかし、走行性能や居住性の水準は高く、デームラーの伝統によってイギリス王室のご両者にも用いられ、その格式は非常に高かった。高級リムジンとして蒸気の競合車種に被験する存在として取り扱われた。イギリス王室御用種のリムジンとして多用された。 女王エリザベス二世の御両車として使用されたほか、エリザベス王対合御両車としても長く使用された。これらの御両車は、抹車時代から続く高級車の格式にのっとり、前席は革張り、後部座席は布のシートがおごられたほか、王族が乗車していることを示す青いライトが屋根に付けられていた。なお2002年3月のエリザベス王対合崩御の際には、 DS420 の一台が信台車、霊柩車に改造され、葬儀に使用された。イギリス国内の閣僚や政府関係者、海外領土の総督、イギリス連邦諸国の高等弁務官の専用車としても多く使用された。企業向け法人車、カンパニーカーとしても需要があり、助手席や後部座席の全部にワードプロセッサーやプリンター、コンピュータ、電話、 テレビなどを所狭しと設置した移動オフィスとして設計されたモデルも用意された。イギリス国内向けの需要を最優先した車種であるが輸出も行われていた。国家元首及び王室の公用車としてはモナコ公国やルクセンブルク大公国で採用実績がある。日本では1988年に日本銀行総裁の専用車として導入された。 この車両も前席は革張り、後部座席は布という組み合わせを選択していた。アメリカでは大富豪が自家用リムジンとして購入するケースがあった。ハワード・ヒューズが1971年に購入した DS420 は後部座席のシート下にトイレを設置した特注使用車であった。世界各国の高級ホテルでは DS420 を 送迎用リムジンとして購入、使用しているケースがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。